松平信発は、上野国吉井藩9代藩主。高司松平家11代。署名は信一。また、明治維新後の姓は吉井。文政7年5月20日、美作津山藩第5代藩主、松平幸才の4男である、松平豊の三男として、美作津山城で生まれた。天保7年から江戸に出て文武に励み、江戸時代後期の動乱が近づく中で諸外国の動向や藩政の事情などに精通し、聡明で知られたという。弘化4年6月26日、上野吉井藩第8代藩主、松平信任が死去したため、その養子として家督を継いだ。同年6月28日、将軍、徳川家慶に拝謁する。同年12月16日、14位下、侍従、佐平忠に叙任する。幕末期の名君の一人として実行力があり、水戸藩主、徳川斉昭や薩摩藩主、島津斉彬らと交友している。嘉永6年の黒船来航では、江戸幕府に対して、攘夷と国論統一を図るように進言した。安政4年、幕府が、日米修好通商条約を結ぼうとすると、不平等条約であることから断固反対している。安政6年、安政の大獄により、徳川斉昭が蟄居される際に、それを伝える上司を務めたため、幕府から称賛された。万延元年5月9日、幕府から、年々号力米2000俵を支給されることになる。文久元年に、第14代将軍、徳川家茂との結婚により、和宮が降下すると、その和の字をはばかって、忌名を信一から信発と改める。また、藩政では、農民兵を採用した軍政改革を行っている。元治元年7月21日、陣屋を矢田から吉井に移したため、正式に吉井藩となった。元治2年3月26日、養子の親近に家督を譲って隠居する。しかしなおも、藩政の実権は握り続け、親近の補佐を務めた。慶応4年2月22日、徳川家との決別を示すために、松平から吉井に姓を改めている。なお、岩倉具視や三条耳ら新政府首脳陣から、再出資を請われたが、拒絶している。明治3年3月25日、明治政府から終身減米を支給されることになる。明治23年9月2日、死去。享年67。著書の小石川法師短記は、幕末における幕閣の動向を知る上で貴重な資料と言われている。吉井信発に関するカテゴリー。ありがとうございます。